このランキングでは18歳から20代の若者500人を対象に自民党総裁になってほしい候補を調査した結果、1位に小泉進次郎元環境省、2位に高市早苗経済安全保障省、3位に石破茂元幹事長が選ばれました。1位の小泉進次郎氏43は、父である小泉純一郎元首相からの後継指名を受けた経歴や、彼自身の爽やかさや人柄の良さが若者から高い支持を集めています。一方で、彼の具体的な政治実績を上げる声は少ないものの、若さやイメージの良さが強く支持されました。2位の高市早苗氏63は、国防や経済政策に精通しており、リーダーシップを発揮できると期待されています。さらに、初の女性総理となる可能性にも注目が詰まっています。3位の石破茂氏67は、自民党内の不祥事に対する批判的な姿勢が評価され、自民党の中では最も信頼できるという声が上がっています。このことに対して、周りの反応はというと、世の風潮が自分たちが良ければを反映しているようにも聞こえるが、そうではなく、物事の本質的背景影響等の先を見据えるという点が、若い世代には致し方ない点だとは思えるが、欠けているからだろう。世界の怪しいグローバルという言葉のはびこりの中で、日本国益と日本国民の生活、命を守る視点での危機感や想像想定の考察が必要になっている。やってみなければわからないことや、目の前の流れも大切だが、対局的観点もより重要だろう。人気は空虚。実態が明らかになるとそれだけ失望は大きい。官僚がいくら周到な用意をしても血は出る。タレント的な資質と決意だけでは国政は担えない。解雇規制にしても意思表示があまりに軽率である。野田さんは土壌。泥の中で育ち街頭で大成した。王室で保護された人物とはバックグラウンドからして違う。王室が悪いのではないが、そこから自らの力で抜け出していない。野田さんの言葉には実感があり、パワーがある。国民感情に訴える。進次郎氏の声は反響だけが大きい。世襲は優先道路である。少しでも田舎の悪路を歩いてきた人物に国政を任したい。若い人たちは投票するときに、ちゃんと物事をしっかりと考えて判断してほしい。小泉さんの実績なんて、レジ袋有料化ぐらい、環境大臣ですらまともにできなかったのに、総理なんてどう考えても無理でしょう。まあ、総理になっても傀儡になるのだと思う。本校では18歳から20代の男女500人を対象に、総裁になってほしい候補の調査結果、1位小泉進次郎笑い、小泉純一郎についても、よく知らない年代だし、進次郎のわけがわからない演説を知らないんですね。進次郎さんは話すたびに支持率が下がりました。やはり演説力の素晴らしい高市早苗さんが日本を救うと思う。まあ20歳そこそこの世代なら見た目とかイメージとか若いとか漠然と選んでしまうのはわからんでもない。彼自身の政治活動や功績に詳しくない人も多いでしょうし、他の候補者は自分の祖父母世代が多いでしょうから、まだ年齢の近い親世代の候補者の方がいいというのもあるかもしれない。若い人にも政治に興味を持ってもらいたいですが、日本のマスメディアだけでなく、YouTube、X、ニコニコ動画からも情報を得て考えてほしいです。自身の将来の暮らしに関わってきます。嘘を見抜ける力を養っていただきたいです。生まれてくる子供に対する補助金も大事だが、年金受給者の年金だけで足りないお年寄りがどんな生活をしていて病院負担や介護保険料負担が辛いのか、支障になるのであれば勉強してほしいです。お金がないために子供と疎遠になる年寄りが増えてます。18歳に10代の人に聞いても、まあそんなところだと思うよ。高い形式を持った大人の一票と若者の一票が同じ重みというのはどうかということもあるが、それでもまずは興味を持って一票投じるということは、大事な一歩だと思う。私も20代前半までは週末の遊びを優先して選挙に行ってみたり行かなかったり、20代後半頃から欠かさず投票するようになったけど、見た目が爽やかだから、とか候補者の中では若い方だからと見た目で気軽に選んでました。18歳から20歳代の小泉氏推薦の理由を見て、日本の将来に希望をなくしました。この世代はほとんど、日本の歴史や政治などに関心なく、学ぶ気力さえない。今回のコメント群から読み取れる考察として、若者の政治意識や候補者に対する評価に対して、様々な視点からの意見が見られます。以下、いくつかの主要なポイントを整理して考察します。1、若者の投票行動と候補者選び。多くのコメントで、若者が見た目やイメージで候補者を選んでいるという批判が見られます。特に、小泉進次郎氏が人気を集めた理由について、具体的な政治的実績ではなく、彼の父である小泉純一郎氏の影響や爽やかさ若さといった印象が重視されている点が指摘されています。これは、若い世代が政治に対する知識や関心を十分に持たないまま、
表面的な要素で判断してしまうことへの懸念を示しています。若者がこれからの政治の重要な担い手であることを考えると、彼らが単にイメージに基づいて候補者を選ぶのではなく、政策や実績に基づいて判断する力を育てることが必要です。2、若者の政治的経験の不足。コメントの中には、若い世代には致し方ない点があるという理解の声もあります。つまり若者は政治的経験や知識が不足しているため、どうしても目の前のイメージや流行に流されやすいという点が欠けているとされています。これは若者にとって政治が身近でなく日常的な関心事ではないことが影響しています。したがって教育やメディアを通じて若者が政治の本質を理解し、長期的な視野で物事を考える機会を増やすことが必要です。3、人気と実績のギャップ。小泉進次郎氏に対する支持が人気やイメージに依存していることに対して多くのコメントが批判的です。彼の政策実績について具体的な評価が乏しいという指摘があり、特にレジ袋の有料化といった取り組みが実績として挙げられていますが、それだけでは総理としての資質を評価するには不十分だとされています。この点は人気が空虚というコメントに象徴されるように、イメージが先行しすぎることで後に失望や期待外れ感が生じるリスクを示唆しています。人気と実績が伴わないリーダーシップは一時的には支持を集めるものの、長期的な信頼や実績が問われる政治の世界では持続的な支持を得るのが難しいでしょう。4、世襲政治家への批判。いくつかのコメントでは世襲政治家に対する批判が目立っています。小泉進次郎氏の政治的キャリアが父親である小泉純一郎元首相の後押しによるものであるとみなされている点が強調されています。特に世襲は優先道路という表現が彼が他の政治家に比べて恵まれた立場にあることを皮肉っています。このような意見は日本の政治における世襲制の問題を浮き彫りにしています。世襲政治家が多くの国民から支持を集める一方で、実際に彼らが自らの実力で成果を上げているかどうかが厳しく問われるべきという声が強まっていると考えられます。5、若者への期待と課題。一方で若者が政治に興味を持つこと自体は歓迎されています。コメントの中には、若者に対してもっと政治に興味を持ち情報を多角的に収集してほしいと期待する声もあります。特にネットや SNS などのツールを活用して様々な視点から情報を集め、自分の意見を形成する力を育てることが求められています。この点では若者が政治に参加することの意義は大きく、今後の社会の発展や維持においても彼らの参加が重要です。しかし表面的な情報だけでなく、政策や政治家の実績をしっかりと見極める視点を育てることが重要な課題となります。結論、全体的に今回のコメントから読み取れるのは、若い世代の候補者を選ぶ際にイメージや人気に左右されがちであり、それに対する懸念が多く寄せられていることです。特に小泉進次郎氏の支持が実績に裏付けられたものではなく、彼の世襲やイメージに依存しているという批判が強く、若者の政治参加に対してもより深い理解と考察が必要であるという指摘が見られます。若者が将来の日本を担う中で、教育やメディアの役割を通じて彼らが長期的な視野を持ち、実績や政策に基づいた判断を下せるようなサポートが求められるでしょう。